ちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。これは前歯の裏側になります。それを鏡で反射させて見ています。ここは1本の歯になります。そしてこちら側とこちら側に大きな虫歯があります。そしてもう1本隣、ここにも虫歯があります。これを麻酔をせずに虫歯治療を行っています。機械で削るのではなく、このような器具、切削器具、使用の器具でこのように虫歯を除去していきます。皆さん、これを見てどこが痛くて痛くないのか分かりますでしょうか。歯科医師も全く分かりません。ですから私は麻酔をしないで治療を行います。そうすればこの歯の持ち主である患者さんがどこまで痛いかということを判断してくれるわけです。そこが大きなポイントです。橋本歯科では麻酔薬がありません。麻酔薬のない歯科医師です。歯科医院です。つまり痛いことをしないということです。痛いのを我慢するのではなく、そして麻酔が必要な場合もあります。それはご説明をいたします。どういう場合が必要なのか。しかし橋本歯科では麻酔薬がありません。ほとんどの処置が麻酔をなくできるということです。限られたわずかなケースのみ麻酔が必要ではないでしょうか。時間はかかりますが、このように丁寧に丁寧に虫歯を除去していきます。教科書通りにこれを治療すれば、当然麻酔をし、そして赤く染め出し、赤いところ全部取ると、当然神経のところまで穴が開きます。